メル・ハッチンスは1950年代のアメリカ男子プロバスケットボールリーグ NBA で活躍した元バスケットボール選手。出身地はカリフォルニア州サクラメント、出身大学はブリガム・ヤング大学。1951年の NBA ドラフトでトライシティーズ・ブラックホークスから全体2位指名を受けたハッチンスはルーキーイヤーの1951から52。 シーズンには九点二得点十三点三リバウンド、通算八百八十リバウンドを記録し、一年目にしてリバウンド王に輝いた。ホークスでは二シーズンだけプレーし、九百五十三から五十四シーズンからホートウェイン・ピストンズでプレー。九百五十五年、九百五十六年と二年連続でファイナルに進出したピストンズの主力選手の一人として活躍し、 オールスターにも4回出場した。1956から57シーズンには、キャリアハイとなる12.4得点を記録するが、得点力を伸ばすのと、反比例するかのようにリバウンド数は減少し、このシーズンは7.9リバウンドだった。ハッチンスは、ニューヨークニックスでの1957から58シーズンを最後に引退した。 NBA 通算成績は7シーズン437試合の出場で4851得点4186リバウンド平均11.1得点9.6リバウンドだった2018年12月19日にカリフォルニア州エンシニータスの自宅にて死去90歳没ビューバスケットボールレジェンドメルハッチンスダイズアットエイジ90 デスレッドニュース、https, www.dsertnews.com, アーティクル ,9 億4万 7552, ビューバスケットボールレジェンドメルハッチンスダイズアットエイジマイナス90、html2018 年12月23日、閲覧。basketball-reference.com。ありがとうございます。